いいね、ムロアジですね。今日はもうこの子がこの子でお腹いっぱいですね。もうそれも持って帰って食べましょう。さあ、本日初島に来ております。今ちょうど正午ですね。12時3分です。午前中はアイゴとスズメダイ、あとあのムロアジをいっぱい釣れてますね。上だろ、10匹ぐらい釣れましたかね。ムロアジ、ムロアジが回ってるんですよ。メジナは今あの同行者が手のひらサイズぐらいは2枚ぐらいあげたんですけどね、それ以外、まあ、30センチを超えるようなメジナには棚が一広半の固定ですね。一広半固定して浮きが00号なんで、まあ、完全に馴染めば若干沈みますけどね。それでもそんな深い棚は狙ってないです。一広半ぐらいです。さあ、カメラ装着して当たりましたね。当たりましたけど、なんでしょうね。アイゴっぽくないけどな。アイゴだな。アイゴですね。アイゴ、元気なアイゴです。よいしょ、よいしょ。元気だね、君はいつもね。はい、はい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 、やめろやめろお前、やめろ。よし、また綺麗なとこにかかってね。素晴らしいですね。こんないいとこにかかって、はい、さよなら。まずスズメダイと、あとなんか念仏ダイ、サンバソウなんかがたくさんいるんで、あまりあちこちこもせずとですね。もう餌取りで一面真っ黒になります。あたたたた、これがムロアジチックなあたりですね。これがムロアジなんですよな。もう海面近くをずっと泳いでますからね、これね。ムロアジ一応ですね、ボックスの中に入れてます。持って帰ります。雨模様になってですね、まあ、予報は曇りだったんですけど、ね、雨まで降り出して、そうですね、今日何人かで一緒に来てるんですけどね、みんなレインコートは着てますけど、僕はレインコートを置いてきてしまいました。で、ね、一人でずっと雨で垂れてます。あたたたた、あれがムロアジだな、これ。ムロアジだけどね。もうムロアジ分かってたよ。ずっと浮きがこう浮いたまま来るもんね。うん。とか言って。
ゃないよね、こればっかり来たら。じゃあ、いただきましょう。もういただきますから。アイゴのこんな小さいのまでいますよ、これ。コッパアイゴが来ました、コッパアイゴ。こんなちっちゃいのいるの。生まれてきたの、また。はい、さよなら。当たったけどな、当たってるんだけどな。ダメだ、無駄足だ。もう食っちゃったなんか。あ、メジナだよ、これ。これメジナだ。メジナでしょ。これが万が一アイゴだったらショックだけど。万が一なんだけど大丈夫。もういいよ、もう。最愛語。さあ、まあ愛語が全部のところをもう一度狙ってみましょうね。ウロアジサイ食ってこなければまだチャンスがあるかな。最初今、これはついに姿を見せました。スズメダイ、スズメダイです。来た来た、ほら見えないかな、カメラで。浮きが室橋だね。浮きさんお願いします。室橋処理お願いします。今日の釣果です。すごいです、漁師みたいです。硬いのちょうだい。これこういうサイズよ、こういうサイズよ、こういうサイズだから。